皆様、こんばんは。2022年10月25日、ボギー大佐の言いたい放題、私、担当のボギーテドコンでございます。本日、メインのパソコン、配信用のやつではなく、資料を作っているパソコンの方が、なぜか固まってしまいまして、うんともすんとも言わないというね、はい、とんでもない状況となってしまいました。パソコン本体にデータはほとんど入れてはありません。基本的にデータは外付けの、ハードディスクの方に入れているんですけど、結構ね、中のディスクは開けてあるんですけど、思いっきり固まってしまいまして、それで、はい、資料のね、取り出しができなくてですね、もうようやく、再起動して、はい、スキャンディスクして、やっと立ち上がってデータをね、移して、今、配信用のパソコンからということになります。本当に遅れて申し訳ございません。配信用のパソコンの方はスイスイ快適なんですよね。はい、これ実は改造された、チューンアップされたパソコンのようでございまして、非常に早い。まあでも、メインのやつはね、ドノーマルなんで、はい、ぼちぼち、時々トラブル出たりします。でも、一生懸命頑張ってるんでね、これからも長く付き合うかなと思っております。さて、本日は、はい、こんなね、10分余り遅くなったにもかかわらず皆さん来ていただいてありがとうございます。さて、ハチさんの方から音声良好ということで、三口のニラもいただいております。江戸前あさり小僧さん、三月さん、肉球さんからもニラでございますよ。ニラ。実はね、私昨日、久しぶりに、そうめんチャンプルーを食べました。はい、そうめんチャンプルー自分で作ったんですけど、そのね、そうめんチャンプルーに入れたニラが、冷凍したったニラを入れたんですよ。するとね、冷凍したらやっぱりダメですね。はい、やっぱり取り立ての生のニラの方がね、ニラ臭くてやっぱり味もあって美味しいです。まあ、冷凍物はね、ラーメンとかに入れる分にはいいかもしれないんですけど、そうめんチャンプルにはちょっと向いていないかな。やっぱり何事もね、ニラも情報も新鮮なうちがいいということでございまして、今夜もまたガツガツお話をさせていただきたいと思います。あ、ゆうさんもカルガムさんもお見えでございますね。はい、先店長から生ニラ。やっぱりね、ニラは生ですよ、生。はい、これを海軍交渉さんどうもこんばんはんこでございます。ニラです。はい、ニラ。でもワンコにニラはダメですね。はい、血が固まらなくなるらしいんで、ワンコには絶対にニラとか玉ねぎとか、あとね、ニンニクとかはあげないように私はもうしております。猫はどうかわかんないですけどね。さあ、このナビーちゃん、非常に満足げな顔をしているんですけど、今日ね、フリスビー。はい。フリスビーを思いっきりやって、ヘトヘトになって、夕日をバックに記念写真に収まっているということでございまして、この満足そうな顔。はい。そしてもうすぐね、今10月後半であと1ヶ月、半ぐらいするともうクリスマス来ちゃうんで、ナビーちゃんの首輪。はい。ナビーちゃんの首輪、実は偽物の騎兵ネックレスなんですけどね。偽物の。はい。シルバー925と思って買ったらね、思いっきり銅に銀メッキしてるだけの偽物だったということでございまして、ただ形はね、綺麗なもんですから、そのまんまナビーちゃんの首輪に、転用ということでございまして、その首輪の周囲に、色とりどりの鈴がね、今ついております。ですからナビーちゃんが走り回りますと、カランカランではなく、シャン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 と、まるでね、トナカイさんが、
ね、走ってくるような、そんな音がするということでございまして、ナビーちゃんは一足早く首輪はクリスマス気分ということでございますよ。はい。それからカルガモさんから、五光が差しているということでございましてね。はい。これの後ろには夕日が、はい。三千と輝いておりまして、まあ、夕日をバックに、この幸せそうなナビーちゃん。いやー、今のね、スマホっていうのは本当に、私の一番安い、iPhone の SE なんですけどね、SE。はい。iPhone の中で一番もうスタンダードモデルなんですけど、それでも結構綺麗に映るんですけどね。皆さんも SE じゃなくて、いいやつ持ってると思いますけど、画像の方はどんな感じなんですかね。さて、今夜もですね、いろいろお話をやっていきたいと思いますけど、まあ、このね、先日那覇市長選挙で、保守が勝ったということでございましてね、左翼の方々は、まだ宮古島市があるなんてね、言ってる人がいました。さあ、宮古島の市長さん。まあ、確かにね、はい。確かに、保守系ではないと思いますよ。保守系ではない。なぜなら、自民党が応援したね、市長さん、負けましたからね、この方に。だから、自民党じゃないから、こっち側の人間だっていうことで、すごい、そういった思い込みをしている人たちがいっぱいいたんですけど、本当に笑わせてくれます。これでございますと。空自ブルーインパルスの下地島空港利用検討を宮古島市が沖縄県に要望ということでございましたね。いやー、これって、ね、沖さよとそれに寄り添う特定外来パヨの皆さん、今大発表しているんですよね。だってね、宮古島の今の市長は、自公が推薦した候補を破ってね、当選をした方でございます。もちろん、はい、自公の対抗馬ですから、あちら系と思って、全幅の信頼を置いていたはずなんですけど、なんと宮古島市が、ね、沖縄県に、下地島空港で自衛隊、ちょっと使わせてあげないっていうことで、ね、申し入れをしたということで大発狂しているんですよね。まあ、この中で、やら覚書というのがあるんですけど、このやら覚書っていうのは何かと言いますと、これ1971年、日本政府とね、当時の琉球政府との間に、下地島空港では、民間機以外の使用を認めないとする覚書が交わされているんですよね。しかしそれはあくまでも覚書であって、法的な拘束力はない。はい。法的な拘束力はないという、いわゆる、ね、覚書。当面、ね、この空港は、民間機だけにしてくださいねという一つの要望、なんですよね。まあ、1971年、今は2022年。いやーもうね、これ50年も前の話。当然この50年間の間に、東アジア情勢っていうのは変わりました。特にね、中共の、いわゆる覇権主義というのはもうまさに、膨張しておりまして、この宮古島、石垣のすぐ近くにある尖閣を、自分のものだと言い始めておりまして、当たり前のように領海侵犯などを繰り返し、こういったね、石垣の漁民を追い回したりとかしているわけなんですよね。ですから私ね、もうそろそろこのやら覚え書きっていうのをね、もう破棄していいんじゃないかと。はい。ね、これあくまでも覚え書きであって法的な拘束力はないわけです。ですから、当時と今のね、この東アジア情勢っていうのはあまりにも変わりすぎているんでね、そろそろ政治家がね、勇気を持ってこれ変えるべきじゃないですかね。いや、私がだったら、ね、私が沖縄の国会議員だったら、このやら覚書とはまた別のね、覚書を新たに締結すべきだというふうに、ね、これ提言
します。まあ、その前にね、県知事変えないといけないんですけどね。はい。県知事が保守系であれば、新たな覚書、このやら覚書の上書きをね、する覚書っていうのはできると思うんですけど、まあ、あと4年間デニーさんが居座ってる間はね、ちょっとこれ、上書きは難しいかな、なんて私思っておりますが、左翼の方々がね、もう本当に希望として持っていた、まあ、宮古島市長。はい。もともとあの方は、土左翼じゃなくて保守の方なんですよね。まあ、正直言いまして、離島のね、あの、選挙っていうのは、基本的に、まあ、理念とかそういったことより利権じゃないかなって私思っているんですよ。で、誰々に、あの、どの業者がついている、誰々に誰がついている、こういったものでね、あの、候補、が乱立したり、ね、応援に入らないとか入ったりとかそういったのがあると思います。ですから、イデオロギーじゃないんです。離島の選挙っていうのはね、基本的に利権だというふうに私は見ておりますが、左翼の方々は、ね、自民党の候補を破って当選した市長だから、もちろんこっち側だと思っていたはずなんですが、そのはずのね、宮古島市が、なんと下地島に自衛隊、ね、ブルーインパルスちょっと寄らせてくれないって言ったことで、今、離島のね、パヨコの方たち、大発狂してるということでございましてね。いや、本当に彼らどん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 、居場所がね、狭められております。特に、那覇なんか負けちゃいましたからね。はい。那覇なんか負けてしまったんですよ。だから、これ、そろそろ、はい、オール沖縄っていう名前はね、私、返上した方がいいんじゃないかっていうふうに思います。さて、この写真、ね、当選して、踊りまくるね。これ前回の選挙の時なんですけど、前回はね、デニーと書いたシャツがあったんですよ。デニーと書いたシャツ。まあ、この写真の奥にいる方なんか今もオール沖縄抜けちゃってますけどね。このデニーさんの横で踊ってるね、ちょっと体格のいいメガネをしたやつはもしかして、竹春坊やではないかというふうに私見ているんですが、はい。これね、本当にオール沖縄っていうのをもう返上して、デニーさんしかもう残ってないわけですから、デニーズでいいんじゃないですか、皆さん。デニーズ。ね。デニーズと、ね、玉木デニーと不愉快な仲間たちでもいいですし、デニーズ。はい。まあ、こんなこと言うとね、デニーズというなんかレストランがあるらしいんですけど、レストランが。沖縄にも一軒あったような気がするんですけどね。私、文句言われそうな、そんな、はい、予感がしていますが、ね。もし、デニーズというレストランが沖縄にあるんであれば、ね、デニーさんと不愉快な仲間たちでいいんじゃないですか。ね。はい。私はそれでいいんじゃないかと思いますけどね。いや、本当にもういい加減にしてほしいなというふうに思っております。さて、いい加減にしてほしいのは、この方でございますね。ドン。いや、最近のね、この安倍さん。はい。安倍さん、ちょっとなんかね、おかしくなってますよね。支離滅裂というか、ひろゆき氏にね、もうプライドをズタズタに、はい、ズタズタにされた後から、何を言ってもね、反撃が効かないということでございまして、まあ今まで沖縄の言論会を仕切ってきたというプライドがね、粉々に砕け散ってしまった。まあそのせいか、最近ちょっと言動が不安定なところがございます。さて、今日のツイート。辺野古出身で車椅子を使うね、上間正俊さんがということでございましたね。はい。新基地建設に対する抗議戦に初めて乗ったということでございましたね。沖縄の人々が米軍基地に翻弄され基地を押し付ける当事者の政府がそれを眺める構図は今のひろゆき氏の言動にもつながっているということでございまして、いわゆるね、反基地の、
ね、ボートに車椅子の障害者を乗せたということでございまして、かなりね、はい、かなり、無理して乗せたんじゃないんですか？はい、私はそういうふうに思っております。だってね、障害を持った方、車椅子に乗った方を船に乗せるっていうのは結構難しいんですよ。はい。まあそういった苦労をしてね、まあ乗せたということなんですけど、まあこれに対してね、結構いろんな方面から文句が出ております。はい。まずね、この方から、田形さんからね、はい、車椅子をことさら取り上げ、弱者のシンボルのように扱う記事が本当にいやらしい。辺野古出身で介護シューズを履いてる A さんとは絶対記事にしないだろうからねと。介護業界にいるものとして、こういう利用のされ方には嫌悪感を抱くということでございます。いや、ゆうさん、本当にね、この方いい記事書いていたんですよ。いや、マジに。ハートフルな、ね。心がほんわかする記事書いていたんですよ、この方。だから私、嫌いになれないんですよ。どっか外れてるだけだというふうに見ているんですけど。田形さんからビシッと言われてしまいましたね。まあ、その他にですね、この方にこう言われてしまいました。トン。音竹さん。はい、この方も車椅子の方ですね。記事を読みましたが、上間さんの主張と車椅子に乗っているという事実の相関関係が読み取れませんでした。にもかかわらず、ツイートやタイトルで、車椅子を使う四肢に障害があると、ことさら障害者である属性を強調する理由はどこにあるのでしょうかというふうに、音竹さんに噛みつかれてしまったんですけど、多分、返事しない。はい、リプライしないに、私は、452ラでございます。452ラ。はい、音竹さん、絶対に、ね、返事を返さないに、452ラ。皆さんはどう思います？安倍さん、この方に返事すると思います？いやー、私しないと思いますけど、ね。はい。となると、ひろゆき氏のみならず、今度は音竹さんまで、はい、いわゆる敵に回してしまうということになって、まあ、この安倍さん一人でね、多方面に喧嘩を打って勝てるような、そこまで彼強くないと思いますけど、ね、どうなんでしょうか。でもね、私以前から思いますけど、沖縄の反基地運動ってね、子供使ったりですよ、赤ちゃん使ったり、あと女性使ったり、体にね、障害持った方わざわざそこに連れてきて、ね、障害者一人は健常者100人分の価値があるなんて、皆さん覚えてますよね。はい。障害者は健常者100人分の価値があると、ね、障害を持った方が言ってましたけど、どうなんでしょう？ね。それこそマスコミが思ってることではないんですかね。まあ、障害を持った方がもうこういうふうに一生懸命抗議をしているんですよっていうふうに、お涙ちょうだい。はい。お涙ちょうだい。いわゆる、感情論でしかできない。アツさんがね、成功法で戦えないからではと書いておりますけど、まさにその通りでございまして、いわゆる理論でね、はい、相手をね、納得させることができない。いや、逆に理論でいくとね、もう自分たちの正当性っていうのが全くね、なくなってしまうもんですから、感情に訴える形でしかできないんですかね。はい、黒海軍交渉さん、いや本当にね、これ沖縄のニュースで流れたんですよね。障害を持った方を辺野古のテントに連れてきて、その障害を持った方に叫ばしたんですよ。はい、新勝者は健常者100人分の価値があると。いや、あれ見た時に私ね、あ、これこそね、ここに連れてきた
人たちの一つの狙いなんだなっていうふうにね、思いました。カルガモさん、障害者支援につながりません。障害者の利用だ。そうなんですよね。基地のゲートの前に、このね、障害持った方とベッドを持ってきてそこに並べてみたり、トラックの前にね、車椅子に乗った方をね、並べたりとか、あと子供たちをね、基地の前で、ね、タカエを守ろうなんつって叫ばしてね、行進させたり、普天間では、オスプレイ反対なんて子供たちに言わしてましたからね。まあそれ見ると本当にね、はい、秀樹さん、鬼畜ですね、ということでございましたね。黒海軍交渉さん、私も、新機能障害なので利用されるかもということなんですけど、彼ら本当に鬼畜なんでね、利用できるもん何でも利用してくると思いますけど、いや、本当にね、もう彼らのやってること、もう弱者をね、利用して自分たちの主張のね、肉付けに使おうっていう、いわゆる道具としてか思っていない。そうですね、佐紀店長。障害者ビジネスということでございまして。いや、本当にこういった人たちがバックしてる今の現状ってどうなんですかね。まあでも今度は安倍ちゃんのね、記事に対して、まあ、乙武さんというまたビッグネームがこうしてね、噛みついてきました。それに対して安倍さんがどのような返答をするのか、私もね、今後、検討を加速させて、注視していきたいということでございましてね。いや、注視を加速していきたいっていうんですかね。なんかどっかで聞いたような記憶があるんですけど、注視を加速させていきたい。いやー、まさかどっかの国の偉い人が言った言葉じゃないかななんて思ったりもしますけど、はい、全然意味がわかりません。はい、ということでございまして、今日もね、あっという間にゲラゲラ笑いながら、はい、喋りました。このね、ボギー大佐の言いたい放題。今日はね、またまたプレミア公開あるということでございまして、私のツイッターの方にも載っけてありますけど、ぜひね、この後またお時間のある方は、はい、ご覧になっていただきたいなというふうに思います。さて、中佐から、あまり言いたくはないが、彼らが利用するのは、見た目がわかりやすい障害者。はい、見た目ではわからない障害者は、意見が異なれば暴力を振るってきますということで、辺野古である人がそういう目に遭っているということでございましてね。本当に今日も奥さん用のね、写真とか動画アップしてますんで、ぜひ皆さんに見ていただきたいと思います。それとね、このひろゆきさんの騒動以降、はい、ひろゆきさんの騒動以降ですね、フォロワーが、ですね、フォロワーが、この2週間ぐらいですか。はい。この2週間ちょっとでフォロワーが、すいません、6000人増えました。はい。6000人増えました。これってね、まあ、ひろゆきさんのおかげもありますし、週刊文春さんのおかげもございますし、それからね、日刊現代さんのおかげもあるんじゃないですかね。はい。しかし、6000人増えるって言ったら、沖縄の国会議員のね、全フォロワー、沖縄の国会議員6000人フォロワーいるのいないと思いますけど、それが一気に増えたっていうのはやっぱり、ね、ひろゆきさんのおかげ、そして文春法に現代法のおかげということですかね。まあ一生懸命名前を違えてね、やってるんですけど、全然効果がなかったということでございますかね。それと私がいろんなところでね、名前が出てくることをすごい歯ぎしりしてる方がおりまして。はい、この方でございますよ。ある物事を批判したり逆に賛同する場合でも最低限度のドレスコードがあると。そうですか？ドレスコードですか？君がドレスコードっていうのは私ちょっと何のドレスコードかななんて思ったりするんですけどね。
はい。現在では800円とかで沖縄問題に関する新書を読むことができるのに、それをしないのは怠惰だということだということでございましてね。はい。読まないから怠惰だっていうふうに決めつけることそのものがやっぱり私はドレスコードから外れてるんじゃないかななんて思ってしまうんですけど。ね。はい。そして、頭痛いのが、このドレスコードとしてボギーテドコンさんが重宝されている現実なんですよね、ということで。いやー、なんか最近私がね、週刊文春とか日刊現代に載っちゃって全国に名前知られたのが、よっぽど彼羨ましいのかな、悔しいのかな。もう本当にもうバプリ君、島袋コウ君、君ってツンデレ。ツンデレなんですよね。はい。悪いやつじゃないですよ。ただちょっとツンデレなだけでね。こうして、言葉でツンツンすることしかちょっとできない。ね。彼もなかなか、はい、可愛い男だなっていうのがね。私は思っていますけど。いやー、私はいつドレスコードになったんですか？いつから私頭痛の種に、なったんでしょうかね。はい。しかし、ね。私が重宝されてるなんて書いてますけど、沖縄メディアに重宝されてるのはこの方でございますからね、皆さん。はい。いやー、モバップリ君はね、立ち位置もちろん沖縄メディアに重宝されてますんで、もう、ゆうさん、お分かりだと思いますよ。はい。いや、しかし本当に笑わせてくれますね。よっぽど羨ましいのか、それとも悔しいのか、どっちなんでしょうね。はい、ということで、本日は最後にろくでもないものをお見せいたしましたが、いかがだったでしょうか。よう、毎日毎日いろんな話題がね、湧いてきます。この南の島、沖縄。はい、本日は、ちょっとパソコンの不調でね、スタートが遅れましたことをね、重ね重ねお詫び申し上げます。明日もね、同じ時間からまたお送りさせていただきますんで、ぜひまた皆さんご覧いただければと思っております。はい。そしてね、今、沖縄の方で私知人にお願いされたんですけど、朝と夕方の3時間ずつ大型バスの運転手さんいませんかとお願いされてる案件がありますんで、もし、知ってる方で、できそうな人いたらまた教えていただきたいなと思っております。では皆様、明日また同じ時間にお会いしたいと思います。今夜もご視聴誠にありがとうございました。